もう2024年よ大ちゃん。早いですね。気がついたらもう24年ですね。そうですそうです。今年の抱負は、はい、もうとにかく健康で薬の量を減らす油物を控える。控える。お、素晴らしい。腹式呼吸。腹式呼吸。おー、はい、おー、おー、すごい。すごい。すごい。ど真ん中ですか。ど真ん中。すごい。薬膳。そう。お、中から。中からそう、綺麗にしようということで。なるほど。そうなんです。たこ焼きの塩化ですね、うん、はい。で、牛は少したこ焼き使って、うん、まあ、美味しい、食べやすいお料理を作ります。来ましたね。スープです、ね。あ、スープが来ました。レンレンさん、ありがとうございます。熱いのでレンゲンを使ってごゆっくりどうぞ。あ、ここにレンゲン、はい、ありがとうございます。これは何のスープでございましょう。はい、そう、開けてみてください。開けてみます。パカ。おー、なんかいっぱい入ってる。鮮やかですね。赤いのは福土に。はい。あとは冬瓜とピーマンとお豆腐も入ってて、きのこ、はい、お豆、お豆、ね、このグリーンですね。サヤエンド。これレンレンさん、はい、どういういいことがあるんですか、これを食する、まあ、まずスープは体を温めて、うん、まあ、胃も動くようになりますよね。あ、いいよね、はい、うん、あとこの生えてるクコの実はもう本当にとても大事なもので、風呂長寿の薬で言われてます。あれ、あと冬瓜は、はい、あのですね、栄養作用あって腎臓にはいいんですよね。腎臓、うん、あとはお風呂にしてもらっていいですか。ちょっと入浴したい、もったいないからやめましょう。もったいないからやめましょう。そうですね、じゃあいただきます、はい、いただきます。うん、うん、優しい。もうね、頬を撫でる羽毛のような優しさ。そう、優しい味。そうあったって。そうで、このクコの実がね、甘いんですよ。はい、うん、美味しいです。あー、なるほど、うん、給料日のお母ちゃんぐらい優しいですね優しい味、うん、本当に素材の味だけでね。うーん、いつもお二人で料理されてるんですか、はい、お二人の関係は聞いて。夫婦です。あ、ご夫婦ですねこの人は私の料理が美味しいで言うかな。ほら、ぜひちょっと店をやらないかと。はい、あらまー、え、これも OK？失礼します。はい、はい、これは前菜の、これはまずヤーコンですね。ヤーコン、イセインがいっぱいあって体きれいにしますね。そうです、洗い流してくれる。あ、なるほど、ヤーコン、ヤーコンにちはってね。ヤーヤーコンにちは。わっわっ、うん、シャキシャキですね、うん、おいしい。ありがとうございます。ゆず、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 ゆずを絞って、あ、スモージュースをして使ってますね。香りは確かにゆずですね、はい、はいはい、この爽やかさは私たちにはないよ。ないないない、ないよ、これあやかりたい、ないな、爽やか爽やか、うん、うん、ヤーコンでこうさらっとお掃除して、で、温めて、ナスで今度はね、血行を良くするという。ちょっとピリッと。ナスの皮を剥いだのって珍しいですね、うん、日本ではね、あんまり食べないですよね、うん、皮は一緒に食べますもんね、うん、やめて、取らないで、恥ずかしい全部脱がされたのよ、恥ずかしい。すっぽんぽんよ、すっぽんぽんよ、このおだんこナスこうやっていつも家で一人で遊びるんだろうね、大ちゃんね。30年ああ、これうまいですね。うまい、ふわふわでしょ、はい、ふわんとしてとろんと溶けていく感じ、うん、ふわとろんって溶けていきますよ。で、最後までこう山椒のピリッとした感じが残るんで、パンチもあって、そう、山椒がね、効いてますし、
美味しい。美味しいでしょう。材料できました。これエビチリですね。これがね、これ長芋と、はい、チンピーご存知かな。チンピーミカの皮干してこのチンピーという漢方薬なんですが、はい、長芋は、ま、日本の方もよく食べますよね、うん、気を補うので、うん、胃腸にもいいし、ま、本当にもうとってもよく使う漢方薬の一つ、うん、チンピーは気の巡りよくしますから、はい、ただ補うだけではなくて血の巡り、そうそうそうです、うん、だから補った後は固まる可能性あるよね、うん、それから陳皮も一緒に組み合わせて、はい、そしたら巡りよくして体のあちこち補う、気が高まるみたいな、そうですそうですそうです。ご飯も色ついてるよ。これは黒米のご飯ですね。黒米、寒い時は黒いお米、今の冬の色は黒い、うんうん、だから冬になると黒米のご飯、はい、うん、ま、季節の色がある。冬は黒いものを食べた方がいいんですか。そうですそうです、腎臓にはいいんですので。うん、おいしい。エビがプリプリで、であのチンピの柑橘の香りがすごい効いてる。ですよ。おいしい。長芋シャキシャキと、うん、エビのプリンプリンと、プリンプリンとトマトの酸味もある、ね。いや本当本当。自然な感じのエビチリで、ギトギト感がないのがいいですね。ない。うん、ギトギトしてない大ちゃん。ないないない。ねえ。こんなエビチリ初めて食べた、うん。これご飯に合うんじゃないですか。合う。冬は黒いものを食べない。そう。ちょっと香ばしい香りみたいなね、香りがあって、なんか体にいいものを食べてるんだなって気がしますね。これその青菜炒めですね。山盛り。タアサイご存知かな、冬の野菜。タアサイ、やっぱり今の人たちは結構コンビニとか多いから野菜足りないと思いますよね。うん、やっぱりできれば食べた方がいいです。うちは絶対その旬の青菜炒めを作りしますので、はい、うちは要は揚げ物はない、はい、それはちょっと体には良くないから、うん、調味料もとてもシンプルで、うん、それはちょっと すごい心かけますね、はい、あとレンレさん見てください、はい、お茶碗が空です。はい、はい、おかわりちょっと待ってくださいよ。すごいご飯美味しいですね。美味しいです。あ、いいですね、この湯気が出る中、はいはい、お願いします。ご飯をよそっていただいて、ありがとうございます。うんうんうん、あ、もう青菜のシャキシャキ、シャキシャキ、うん、五臓六腑が喜んでる感じね。喜んでる喜んでる、ね、ありがとうよ、うん、いいものありがとうよってね、うんうん、いつもこちらこそありがとうの、うん、気持ちがいいね大ちゃん。何が、あ、そうだね、完食すごいですね、うん。食後のお茶を来ます。今度また食後のお茶が来ました、はい、今ねちょうど薬茶ですけどね、はい、薬茶薬茶といってもとても飲みやすいお茶なんですが、んあ、なんか来ました。ありがとうございます。今日のデザートはかぼちゃね、はい、かぼちゃ、はい、かぼちゃと龍眼ご存知かな。龍眼、これです。これ龍の目と書くんですね。まさに2024年ね、龍、お、本当だ、そうです、辰年です。これがね栄養価値高いので胞子でから使うの多いんですよ。これが要は血と気両方を補うので、うん、もう全て補うって話になるんですよね。あ、全てのも健康に、ですよね、血も気も、血も気もね、はい、うん、だからまあ簡単に言えば例えば不眠症とか貧血とか、あとこれも一つ効果あると言われますが、お二人には関係ないと思いますよ。物忘れも効くだそうです。物忘れも、あ、これすみません、ビンゴと飲ませていただきます。物忘れ、物忘れひどいんですよ。わお、生姜の黒蜜、すごい生姜の香りすごいですよ。しますします。温まりますか。温まりますね。ああ、
素材の味プリンだこれ本当に、うん、生姜かぼちゃ、生姜かぼちゃザラザラっとした食感があるのがこれ多分龍眼じゃないですかね。うーん、優しいですねこちらも。優しい優しいデザート。でも黒蜜美味しい。龍眼のデザート食べて私たち開眼するんじゃないの。おっとピギーンピギーンピギーンまた、うん、初年にこれいいことあるんじゃないですか、うん、これいいことあるよこれ。ピギーンピギーンピギーン。もういやだからね、やっぱりこういう薬膳料理でリセット、うん、体をリセットして2024年も頑張ろうということですよ。いいですいいです、頑張ろう、そういうことですね。ね、